シオン、コスモスの話は聞いている？コスモス？いえ、どうかしたんですか？ミスラヒーン、それは僕の方から。主任、コスモスの廃棄が決定したんです。廃棄？そんな嘘よ。残念だけど本当よ。昨日をもって廃棄処分となったわ。コスモス、気持ちはわかるけど落ち込んでいる暇はないわ。いい、シオン、これから話すことをよく聞いて、そしてどうするかを決断してちょうだい。まずこれを見て。これは？オルムスとの戦闘中に出現した超救命隊。これにエルザが飲み込まれたんだ。そう、現在この超救命隊は縮小を始めてるわ。おそらくこのままプランクスケールまで縮小し、この次元から消滅するでしょう。そんな、じゃあエルザは？このままの状態では超救命隊とともに異想空間へ飛ばされることになる。そうなれば私たちの力では救出は不可能となる。この球体面を突破しない限りエルザを助けることはできないわ。だがデュランダルや ES の攻撃にもびくともしないんだぜ。あの超救命隊の表面は虚数領域へとつながっているわ。通常攻撃ではまるで歯が立たないも同然よ。唯一の弱点はクラインポイントと呼ばれる部分。このポイントを高出力の兵器で撃ち抜き、空間を逆転させることができれば、あるいは。むちゃくちゃだぜ。そんなことできんのかよ。そうか、コスモスよ。コスモスの装填ユニット。そう、コスモスの第三種兵装ならあの超救命隊を突破できるかもしれないのよ。でもコスモスは廃棄処分になったんですよ。今さらどうしろと。第一本社だって第三種兵装の使用許可なんか出さないですよ。それは。そう、だからみんなに集まってもらったのよ。コスモスは現在プロジェクトゾハルの施設内で処分されることになってるわ。まさかコスモスを盗み出すというのか？それ以外にエルザを救う方法はないわ。潜入に関しては私が手引きをしてあげる。でも危険なことには変わりはないわ。決めるのはあなたたちよ。いいわ、やります。エルザのみんなもコスモスもこのまま見捨てることなんてできないもの。シオン。そうだな、ここであいつらにでっかい貸しを作っておけば後々利用できそうだしな。じゃあ決まりね。超救命隊の縮小がいつまで持つかわからない以上、すぐに行動を起こす必要がある。決行は今夜よ。ええ、いいわ、すぐに準備に入りましょう。主任、大丈夫ですか？うん、私の方は大丈夫。シオン。主任。